頭が収まりました。スタートしました。スタートを決めました。エイシン光がまず先頭に立っていきます。自分のペースで先頭に立ちましたエイシン光です。内からイラッと接近、外からはバダモス固まっています。その後おっとバダモスが外から並んできました。エイシン光に並んで、さあ2頭が並んでレースを引っ張ります。バダモスが外からエイシン光の腹を叩こうとしています。エイシン光は外2番手、頭を上げて苦しい体勢になりました。さあ最初のカーブを回ります。外から接近するのはモンディアリスト。エイシン光は外に切り替えて今2番手から前を伺う体勢になりました。その後イラッと4番手並んだダリアン、ニューベイが後方から4頭目、その後ろからシルバーウェーブ、さらにはマイドリームボート、最後方からワイルドチーフです。先頭に立ったのはバダモス。エイシン光は2馬身ほど遅れて2番手からレースを進める形になりました。モンディアリストは3番手です。その後内からはイラッと4番手で接近、さらに外からはニューベイ、間はダリアン、中段の後ろ待機しています。後方3頭並んでいるマイドリームボート、外はワイルドチーフ、間ピンクの勝負服がシルバーウェーブといった体勢です。さあ思い切って先頭に立ちましたバノモス、リードは1馬身半。エイシン光は2番手の位置、さあどこで先頭に立とうというのか。外からモンディアリストは3番手の位置です。その後4番手以下は集団固まっています。外目に持ち出したニューベイ、そして間からはイラット、さらにはダリアンも前に接近していきますが、さあバノモスが先頭、エイシン光がここで並びに行きました。エイシン光が並びに行っています。そして外からは差を詰めてくるのはダリアン、間を狙ってモンディアリストを追い込んでくる。さあ一気にここで先頭変わりました。一気に先頭変わってエイシン光が先頭、そうだ、エイシン光が先頭、リードを広げていきます。リードを2馬身、3馬身、4馬身広げていくエイシン光、そして2番手ダリアン、外からニューベイ、粘っているのはバダモス、そして追い込んでくるシルバーウェーブなど、しかしリードを広げて完全にセーフティーリードだ。エイシン光だ、エイシン光降臨、やったエイシン光、ボード G1 連勝、エイシン光かけ豊か。